皆さんこんばんはモナリザクロームでございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございます今日はね声が出ますよ今日はね元気でございますのでこの ZVE102 が発表され、えー、実際に私がこの YouTube の撮影で使っている ZVE 10の1型日頃不満に思っていたことが正直でございます。で私がもっとこうであったらいいのになって思っていたこの ZVE10 その不満は解消されたのかという視点からお話しさせていただきます。えー、私がこのを使って 動画を収録してますよこの撮影をしてますよという話はね以前お話しさせていただきましたいろいろなカメラを使ってきて最終的にはこれに落ち着いたわけですこのカメラはコスパがすごくいいんですよもう7万円台の後半で買えるカメラ8万円しないカメラ その金額で買えるカメラなんて皆さん今ないですよ。そういう金額で買えてしかもそこそこの画質を得られるということで私は使ってます。以前はここに α74 を置いていたんですけれども日頃の撮影に持ち出すことを考えるとやはりここは消耗品として ZV-10 を 置いて日々使おうと決めたわけでございますレンズはちょっとこだわってるんですよ 15mmF1.4G を使ってますこれねとってもいいレンズですよおすすめですそんな私がこの ZVE10 を使っていて実は不満に思っていることもね結構あるんですよなんでこうなんだよ だろうとかもっとこうしてくれればいいのになってね思うことも結構あるんですよ。でその私が不満に思っていたことが苦手になって、えー、どうなったのか改善されているのかっていうあたりの視点からですね今日は自由にお話しさせていただきますがまず不満の1つ目は「 UI が使いいづらい、えー、今見ていただいているのは α7R5 の、えー、メニュー画面です、えー、今このメニュー画面はソニーの α シリーズでは標準ですよところがこの ZV-10 の1型ではこうではないんですよ古いユーザーインターフェースが使われている まあ、カメラそのものも正直言うと一世代前のものですからしょうがないんですけれどこの進化していく、えー、時代の中で取り残されているんですよそれが一番の不満でしたで具体的に言いますととにかく操作がしづらい例えばですよ SD カードをフォーマットしようとするフォーマットのボタンを押すと ものすごく時間がかかるで動きそのものもやっぱりキビキビビしてないんですよ、ね、まあやっぱり古いなっていうことはやっぱり日頃感じていてもう全体をこう新しいカメラに切り替える時期に来てるんじゃないかなって思ってましたその使いづらさがどうなったのかっていうことがまず一番目。 で実際に私はその2型を持っているわけではありませんのでソニーの YouTube だとかそれから皆さん方のね YouTuber の方の使用している状況カタログを見ての感想を語りますがこれはねこの UI の問題については完璧に改善されてますね。 でビヨンズ XR というエンジンを積みましためちゃくちゃ強力なエンジンなんですよで私はね密かに考えていたんですよこの二型になる時にはビヨンズ XR ほどの性能はいらない性能の高いエンジンっていうのは当然燃料電池も食うし えー、熱も持つっていう問題があるわけですよねだからこの下のクラスのエンジンを新たに開発して載せるそれは α6400 の後継機種にも載せるんじゃないかっていうふうに勝手に思ってたんですがそこは手を抜かないで <laughs> ビヨンズ XR をドーンと積んできましたねもうこれを積めばですよ もう軌道も早いしもう反応も早いしこれまで不満だった部分がほぼ解消されるんですよえ私が感じている不満点の2つ目は画質ですよ動画の記録方式が4208ビットだったんですよこれはねやっぱり実際に買って使ってみると いやー残念だなーっていう感じですね。XAVC の S しか使えないんですよ 4K にしろフル HD の動画にしろ、まあ、色情報が限られるつまり編集に弱いんですよね。それが新型では XAVC の h s 4 2 2 1 0ビットになりました。 ビヨンズ XR を採用したので、まあ、このぐらいのことはさしいまいかもしれませんがこれはめちゃくちゃ嬉しいですねこれによって編集体制が上がります編集による劣化を抑えることができるまあ以前よりもその豊かな色表現ができるようになったということですねカラーサイエンスも進化してますよ XR ですからクリエイティブルックこれがね入りますでピクチャープロファイルも念願の S シネトーンを搭載しましたやっぱり S シネトーンを使うとね個人的には他のプロファイルは私は必要ないかなと思うぐらい私にとってはね好きなものなんですよこれは 業務用の世界で使われているものですけれども肌の色であるとかまあ色味がねすごく私好みのもので、えー、この、S、シネトーンがこの ZVE10 にあったらなっていつも思ってたんですが次不満点の3つ目ですね3つ目はここ,こですよここここかこのこの辺りの表現です 暗所に弱いんですよこのカメラ α7:4 とはやっぱり比較にならないまあもちろん向こうはフルサイズこちらは APS-C っていうのありますから、まあ、しょうがないってこうね納得はできるんですけれどもでももうちょっとねノイズを抑えてくれないかなってここのところ思うんですよね。フルサイズの場合にはもうちょっとボケが大きいから見えづらいっていうのもあるかもしれないんですけども。 明らかに、えー、ノイズが多い暗所に弱いんですよそれがやっぱりこの ZVE10 の欠点ではないかなと私は思っていましたそれがですよいよいよ最新の面照射型センサーを搭載しましまたこのね利面照射型の CMOS センサーってめちゃくちゃ高いんですよカメラの値段なんてねこのどの イメージセンサーを使っているかによってこう分かれてくるんですけれどもラランンンククが上のイメーージセンサーを使ってます確かこれ業務用の FX30 とか α6700 ああでも使われているセンサーだと思うんですよねそういうハイレベルのセンサーをこの ZVE10 に下ろしてきたということになります。 でそうなると z v e 1 0のもう一つの欠点が解消されていくんですよ。完璧ではないですけども z v e 1 0はね読み出し速度が遅いからしょうがないんですけどもそれがですね、えー、改善されてるはずです。 改善されてると言ってもアルファフンや Z9 のようなそのようなレベルではないですよ。今よりは良くなっているよっていうね風になっていると思います。やっぱりねいいセンサーを使うとそのあたりはぐんとレベルが上がってくることになるんです。そういうセンサーを使っていますから画質的にはかなり良くなっていることが予想できますね。 不満点の4つ目4つ目の不満点はこれは私のような YouTuber だから思うことで普通の人はそんなに感じないと思いますが SD カードの抜き差しですよここに SD カードがあるんですよだから取り出すのが大変なんですこれ毎日ね外してそして マックプロマックスタジオマックスタジオのこのスロットに入れなくちゃいけないんですよこれね結構 <laughs> 面倒なんですよ三脚につけてるから下のところからこう取り出すんですよねしかも今電源のカプラーを入れてるからもう外しづらいもう日々の生活で最大のストレスがこれなんですよね その SD カードが我々の願いを叶えてくれてこう横ですねここに入るようになりました、まあ、一番嬉しいかもしれないねうんこの改善はねもう拍手ですねえー、不満の5つ目最後ですそれは何かと言いますと ま直接私の YouTube 収録には関係ないんですけれどもこのキットレンズですよこれこれ今このカメラが NEX の6ですね出た頃コンパクトなミラーレスということでね私も購入したんですけれどもこの10年10年以上前から でしょうか、ね、まあとにかく10年ぐらい前のレンズなんですよこれ電源スイッチを入れると飛び出して引っ込むという形なんですよね、まあ、ユニークというふうにユニークですけれどもやっぱりタイムロスはありますよねこのスピードをもっと速くしていただきたいそして光学性能だとかも作りこの質感も含めてねなんとかしてくれよって <laughs> 思ってたんです。 えー、このチャンネルの中でもこのレンズのレビューを一回してますけれどもやっぱりね最新のキットレンズにはかなわないこの ZFC のキットレンズこれはこう回してねレンズを出すんですけどもこの ZFC のキットレンズと比較するとですよこれ全ての面で <laughs> 正直ってなるところがありましたなんでソニーはアップデートしていかないんだろうねえもう2月3月は作っててもいいんじゃないってもちろん α7 のあのキットレンズも同じですよ2870だったかなあれだってもうめっちゃ古いですよねやっぱりそういうキットレンズに使うレンズっていうのは実はすごく重要で。 あの我々のようにレンズをたくさん買う人間でない人はもうずっとこれを使い続けるわけですよ。それでカメラのイメージが決まると言っても過言ではないないんですよ。そうするとやはり、えー、ソニーさんとしてはこのキットレンズを早く新しいものに取り替える必要があったんですよ。それがねやっと <laughs> やっとこの度、えー、夢が実現しましたで。これも使ってみないことには分からないんですけれども、まあ、ホームページを見るとまずリニアモーターを使った。リニアモーターを使うだけで AF のスピードが速くなりますから最新のソニーの AF 優秀ですよね。ソニーの AF はやっぱり優秀なんですけどもその優秀な AF を生かすことができるようになっているということだと思います。非球面レンズ4枚ととと ED ガラスを使っているといるうことですまあ大体私が感じていた不満点5つはほぼ解消されたかなという感じですね。他にも1.5倍の電子式の手ぶれ 補正電子式でありながらアクティブモードと呼ぶのはどうなのかって私は思うんですけどもこれもねかなり良くなっているようですしここについている3カプセルマイクですね、えー、これも ZVE1 並みに改良されているようです、えー、この ZVE10 は α6700 ほどの多機能 ではありません。けれども、そのアルファ6700波の同等の画質を得ることができる。カメラに進化したということは間違いないようです。このように新しいセンサーや画像処理エンジンを積んでますからまあ、5万は上がるでしょうね、うん。機械式シャッターを外したとしてもですよ。 やっぱり5万ぐらいは上がるんじゃないかなと思いますね。まあ、それで高いと思う人はいるかもしれませんが、私にしてみたらもう十分じゃないかなと思いますね。これだけもう別物に進化してるわけですから、ああ実は私もここにね新しくなった ZV-E10 型を置いて収録したいなってね思っているこの頃でございます。<laughs> 私がおすすめする人っていうのは私のようにこの固定して YouTube を撮影する人あるいは Vlog でね、えー、自撮りをしたりする人、えー、も含めて初めてミラーレスに触ってみたいミラーレスで撮影をする人。 まあ動画中心ではありますが写真も十分使えるレベルではあると思いますのでそういう皆さん方にとってはこのカメラはおすすめだと思います特に今までハンディカムを使って皆さん方はそろそろこちらに乗り換えてもいいんじゃないかなと思いますね今夜もご視聴いただきありがとうございます